どうも、こんばんは、ヤヌです。今回は、フェイト、グランドオーダー、ハロウィン2017ピックアップ召喚ということで、10連だけ引いていきたいと思います。星5は、大阪姫ですね。今回は、新宿のアサシンが同時にピックアップされてるんですけども、大阪姫ね、全然、キャスターかと思えばまさかのアサシンですね。はい、ということで10連だけやっていこうと思います。今回は、今回も単発ではなくて、10回連続召喚の方やっていきたいと思います。まあね、不夜城のアサシン好きなんですよ、僕。なんでその時ね、引いてもよかったんですけど、宝具あげたいですね、あいつの。キャスター、あ、バベッチもさ、今回霊装のさ、イラストめちゃめちゃかっこよくない？めっちゃ好きなんだけど、あのガンダムの覚醒技、覚醒技みたいなさ、あのポーズ。あー、ちょっとガンダムバーサスの話して申し訳ないんだけど、はい、サーバント、まあライダー、メドゥーサね。いや、早くヘブンズフィールさ、第2部見たいよな。来年っていうのがちょっとあれなんだな。なかなか待ち遠しいですね。アサシン来い。バチバチが来ないですね。これ5回目ぐらいだね。6回目かな、5回目かな、わかんないけど。いや、まあ10連で来てくれたら嬉しいんですけどね。まあそう甘くはないと。俺動画とか放送するとさ、もう来ないっていうあのジンクスがあるからな。霊装、あ、これ今回のあれじゃね、ハロウィンの霊装かな。そうなのかな、ハロウィンっぽいからそうだろ。また霊装、うおー、これドスケベ部長よかった、アートでつけていくか。いや、まあ霊装が出ただけでもいいかな。おお、またハロウィンの霊装、かわいい。ラストぐらいかな、これ。サーバント、キャスター、メディア、はい、ということで今回は、ハロウィン2017 10連ということで引いたんですけども、まあハロウィンの霊装がかなり出てくれたので良かったんじゃないでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。